こんにちは、ももしろっぷのどあめです。今回の動画は一森ゆが僕のことを勝手に CM 作ってみたです。よろしくどうぞ。では VTR スタート。皆さんどうも、一森ゆです。今回は勝手に CM 作ってみた。美味しそうな飴があったので買ってきました。こちら、あまりにも美味しそうなので勝手に CM 作りたくなってきました。なので今回の動画は勝手に CM 作ってみた。ももシロップのど飴、ももシロップのど飴があるわよ。わあ、お母さんって優しい。看護婦さんの優しい気持ちみたいな匂いがします。色はピンクオパール、縦にちょっと線が入っておりまして、こちら天然石となっております。ライトに透かすと中のジュレが、ピンクのジュレが透けて見えて綺麗です。どんなお味でしょうか。コロコロしてて転がしやすいです。舌先、ずっと舐められそうですね。私噛むのが好きなんで、ここで噛んでみたいと思います。おジュレが来ました。このとろーりの部分のジュレが来ました。とろーりです。シロップ、桃の果汁が全体にふわっと広がります。その周りはシャリシャリシャリっと砂糖の部分が、結構桃がストレートにきます。長く桃の味が行き渡ります。これはですね、意外かもしれませんが、ちょっと目が覚めるような桃独特の、桃濃縮されたような目が覚めるようなちょっと酸味もあって、とろーりってすごくマイルドな感じなんですけど、結構濃厚です。桃が濃縮されてます。美味しいですね。優しく喉を潤すって書いてますけど、桃としての情熱にパッションにあふれている感じがします。すごく桃感がある喉は桃シロップのダメとなってます。皆さんもぜひ桃シロップのど飴、缶の桃シロップのど飴食べてみてください。お値段は確かね、200いくらだったっけな。お値段はね、マイバスケットでのお値段は203円、税込みで203円でした。豆ちゃんが全部で 70g の包装包みで入ってて、今2個食べまして、で1個外に出てて、まあ結構これぐらいあるので、ぜひ皆さんも食べてみてください。それでは今回の勝手に CM 作ってみたわ、
面白感度の面白プのダメでした。それでは次回の動画まで See you next それでは次回の動画まで See you next time。転がすとおはじきみたいな音がしてる。なんか可愛いです。雨なのでちょっと砂糖の関係でベタベタします。食べられたらもっと痛いんだぞ。やだよ。やだよ。水族館の夜にお邪魔します。